これまたいくつもあります。一つ目に年功序列上司主義が強すぎる組織文化カルチャーですね。上の人が何でも決めなければいけない、引っ張らなければならない、そうすると下の意見が受け取りにくい、受け取られにくい。二つ目に相談や提案をする隙がない、上司は常に会議に追いまくられている、オンラインツールを使い放とし、ない、そうすると相談や提案をする隙を挟めないですよね。三つ目がですね、スキル、習慣の問題もあります。上司も他の人の提案を聞いて考える、あるいは若手に任せる習慣がついていない、習慣がない。でメンバーも上司に提案したりする習慣やそのためのスキルが身についていない、すなわち下から上に提案してそれを受け止めて、あるいは権限移譲して仕事を進める筋力トレーニングができていない、このような大きく3つの背景があると考えています。3つあると思います。1つ目が組織の問題解決能力が低くなっていきます。上司が答えを持っているとは限らない、年長者が正しいとは限らない時代ですから、それだけ世の中複雑化しているわけですね。技術革新も激しいわけですね。若手やあるいは社外の人が答えを持っているかもしれない、そうすると悪気なく上司の意思、上司の思い込みで間違った方向に進んでいってしまう可能性があるわけですね。2つ目の弊害が抱え込みやすくなる、上の人に相談してもどうせ受け入れられない、否定される、場合によってはバカにされる、そういう人たちに相談したいと思いますか、弱み見せたいと思いますかって話なんですね。どんどん抱え込むようになりますから、メンタルヘルス上も良くない、組織環境上もよろしくないですね。で3つ目がそこに続いて起こる弊害としてはコンプライアンスの問題ですね。ちょっとしたヒヤリハットだとか改善提案の声が上がらなくなるので、結果大きな事故につながる、大きな不祥事につながる温床を作る、このような問題が考えられます。